こっち向きでもう一回お願いします。よかったな、ね、ありがとう。いやー必死やった、分かれへんかった、一着かどうか。ジャンで粘られた時にやってもなと思って。こっち、おめでとう、おめでとう、もうしょうがないでしょ、ありがとう、うん、まだよろしくお願いします。決めました。しかし、なんか信じられないですね。もうでもあれも失格かどうかちょっとどうだったんですか本当に。いやもうやっぱ力出し切ったので、あとはまあもうやることやったし、結果は待つのみというか。そうですね、まあ祈りましたけど。いやそれこそ岸和田の神がいるんじゃないかと思いますよ、こういう取れたっていうのは。まあ本当にやっぱ近畿のみんなのおかげやと思いますし、まあその気持ちは絶対忘れたらダメだと思うんで、はい、そう絶対その掴めるかどうかが大きく違ったと思うんですよね。そうですね、もう何回も何回も失敗してるわけにはいかないんで、まあ、そういうその気持ちが大きかったですね。しかも面白かったのはそのすんなりワッキーの番手というより慶長さんに競り勝ってからっていうのがレースの妙だったというか、絶対誰かは勝負しに来ると思ったし、やっぱりそういう選手が決勝に乗ってきてると思ったので、まあ、そこだけは気持ちを入れて、はい、これからじゃあ一回りも二回りも、大きくなるチャンスですからね、こういう11番に入ってくれると。そうですね、まあ、これからの方が本当に大事だと思う、大事やし大変やと思うんで、そう思って頑張ります。それに加えて12月30日はリラックスした時代じゃないですか。いい状態で。そうですね、ちょっと時間があるのが救いなので、まあでもまだまだ G1 もあるんで頑張ります。はい、ありがとうございました。